北アフリカの音楽とは、アフリカ大陸の北側、サハラ砂漠以北の地域の音楽である。サハラ砂漠以南の黒アフリカの音楽様式、バントゥー系などの音楽文化等とは区別され、西アジアあるいは中東の音楽と様式的に近い特徴を持つ。国で言えば、モロッコ、アルジェリア、チュニジア、リビア、エジプト、モーリタニアなどの音楽を指す。北アフリカの音楽は、 中近東音楽の一部としての側面が強い。アラブイスラーム圏の音楽文化、つまり中近東の音楽文化には、マグリブの音楽、マシュリクの音楽という分け方が存在する。火が没する西方の地域の音楽と、火が昇る東方の地域の音楽であるが、このマグリブの音楽の全体とマシュリクの音楽の一部分が北アフリカの音楽である。モロッコ、アルジェリア、チュニジア、 リビア・エジプト。砂漠のブルースと呼ばれるティナリウェンは、ベルベル系のタマシェクという民族のグループである。彼らはマリのグループとされているが、一時期リビアに亡命していたこともある。フリージャズのオーネット・コールマンは、モロッコのジャジューカの音楽家と1970年代にフリーファンクアルバムを制作した。ティモシー・リアリーは、ジャジューカの音楽を4000歳のロックンロールだと称えた。 チュニジアの音楽はアルジェリアやモロッコの音楽と近く親和性が強いとされている。マグリブの音楽はアラブ・アンダルース音楽と呼ばれることも多い。イスラームのイベリア半島のスペインへの進出により15世紀のアンダルシア、スペインに音楽文化が花咲いた。都市としてコルドバ有名な音楽家としてツイルヤーブが知られている。モロッコではあるアーラー、 アルジェリアではサナー、チュニジアではマールーフ島と呼ばれ、伝統音楽、古典音楽として尊重されている。アフロアジア語族のベルベル諸語を母語とする、ベルベル人は、上記マグリブの地に住むが、独自の音楽性を持つ。エジプトからナイル川を遡った、スーダンの音楽は、アフリカ的な要素とアラブイスラーム音楽文化的な要素の両方を持つ。コイン音階のメロディーが見受けられることは、 アフリカ的な、そしてウードの仕様が見られることは、アラブイスラーム音楽文化的な要素と言えよう。モロッコから西サハラを経たところにあるモーリタニアの音楽も、アフリカ的な要素とイスラーム的な要素の両方が見られる。モーリタニアの古典芸術音楽には、マカームのような音階、先方が存在する。20世紀初頭、アルジェリアのオラン地方で、都市音楽として依頼が発生した。 ポピュラー音楽としてフランス通っ地域にも知られる。オラン方言のアラビア語で歌われる。ありがとうございます。